検証したくてですね、ラファエルの付け合ったらどのぐらいいけんねんっていうところがあります。逆に簡単に言ってもいいですか？100ぐらい。100ぐらいでかい話があって、はぁ、誰に返していただきたいなっていう。えぇ、おい、ママじゃ、歯は汚いです、大体風俗嬢、よろしくお願いします。その通りです。はい、その通りですよね。はい、汚い人。ちょっと自己紹介いいですか？あ、すみません、はい、プロダクション人力車から来ました、はい、命の安い人間、岡野陽一でございます。よろしくお願いします。僕ちょっと初めましてですよね。いや、そうですね、そうですよね、はい、EXIT さんの時動画で僕もその場にいたんですけど、拝見したんですけど。あ、はいはい、そうなんですよ。で、今日なんでちょっとお呼びしたかというと、そうなんですよ、ハギちゃんってわかります？はいはいはい、ハギちゃん結構出てもらって、吉本芸人のハギちゃんっていうのがいまして、思、はいはい、んないなって思ったんですよね。いやいや、そんなことないですよ。あ、いやいや、おもどろないんですよ。いやいや、あの、もうコメント欄 もうなかなか収束しないというか、大体他の人が来たら収束するんですけどね、はいはいはい、出ていったら、ハギちゃん場合はもうずっとこう言ってる。そんなにですか？そうなんですよ。だからもう視聴者さんもごめん、すいませんっていうことで、で、今日岡野さんお呼びしたのが、はいはいはい、寿司好きですか？寿司が一番好きです。一番好きです、ね、食べ物で。でも寿司をちょっと食べに行こうかと思います。そんなにですか？全然全然全然、なんかお金なんか一切かからないです、岡野さんは。いや、もちろん、まあ、はい、って言われてもいないもんはないんで、別に繋いもないですもん、ね、はい、別に、まあ、その時、まあ、お話ちょっと、まあ、お伺いもしながら、ちょっとカメラ回しながら検証したくてですね、知り合いのとこなんですけど、うん、まあ、ラファエルも結構言ってるところで、はい、ラファエルの付け合ったらどのぐらいいけんねんっていうところがあります。いやいや、ラファエルさんに言わずにすか？あ、言わないです、言わないです。ラファエルからやったら向こうに言われる可能性があるんで。ああ、なるほど、はい、なるほど、繋がってるんで。だから、まあ、僕が行って腹も減ったし、岡野さんお金ないって言うんで、はいはい、で、まあ、せっかく面白いし来ていただいて動画になればなと思いましたね。ただ僕その、はい、初対面で僕勝手に怒られて大丈夫？あ、全然全然いいですよ。まあ、そんな、でも貯金はどんぐらいなんですか？もう貯金ですか？貯金、まあ軽く、ごめんなさい、本当でっかい声出した。本当にごめんなさい。まあちょっと、まあ、皆さん分かってるんで、金持ちっていうことは、はい、それでどんなもん信用あるんかと。彼なんかその場で払うから、まあ信用あるじゃないですか、それは。確かに。ただ払わずにつけでってどんだけいけんのかと思って、本人出てきてないのに、はい、そうそうそう、だから今日タラフク食います。めっちゃ嬉しい、はい、最近食ってねえんです、はい、何も食ってないっすか？何も食ってねえんですよ。ピザばっか食ってね、借金もすごくて。そうっす、携帯払いで払ったから。携帯代がね、10万なんです、今回。ピザばっか頼んじゃって。マジっすか？頼んます、本当に。じゃあ、また後でそのエピソードも聞いたら。本当ですか？せっかくだから動画回してから。ありがとうございます。はい、じゃあ新しいマネージャーなんですけど、全く喋らない。ああ、改造してるんです。人間のあの必要な部分を取ったんです。前にエル君っていう子がいまして、はいはい、それをちょっと改造して大きくしたんですね。あ、なるほど。だから笑うことはできるんですけど、喋ることはできないって感じになって。結構もういよいよその人体をいじるとこまで行ったんですね。なんで、まあ全然喋らないなるほど。で、岡野さんと一緒に喋っていって、はいはい、楽しく食事できればと。ありがとうございます。じゃあ早速ちょっと移動してもいいですか？はい、ぜひ行きましょう。お願いします。タクシーですか？タクシーです、もちろん。ありがとうございます。大きめの、大きめの。あ、それ一番嬉しい。ウーバーで行きましょう。行きましょう。はい、ということで着きました。めちゃくちゃ久しぶりで、久しぶりも何も、はい、入ったことねえっすよ、こんなこと。腹減ってます。めちゃめちゃ減ってます。めちゃめちゃです。マジでいいんすか？あ、いいっす、全然全然全然。めっちゃ嬉しい、はい、普通に。あ、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。お願いします。座ってください、座ってください。いいんすか？はい、今日貸し切りで。貸し切り？貸し切りして貸し切りです。真ん中座ってください。はい。マジでうまそう。めっちゃ嬉しい。ちょっとおっさんじゃないですか。いや、おっさんですよ、だって38なんだから。では、すみません、大将お願いします。はい、お願いします。あ、すみません、ありがとうございます。そうす、うまそう。焼きナス、ホタテ、クラゲ、焼きナスが一番食べ物ですけど。あ、じゃあ食ってください、食ってください。そうす、もうどんどん高いに出してもらって。あ、かしこまりました。金はなんぼでもあるんで。あ、かっこいい。かしこまりました。で、どんどんもう作ってください。かしこまりました。味とかわからないですよね。わかる、わかります。わかるわ。あ、わかるんですか？じゃあ、いただきます。いただきます。あー、うまっ。うまいでしょ。めちゃくちゃうまいです。これがうまいですね。普段働いてます？最近。働いてないんですよ、僕。働いてないんですか？そうなんです。なんか、EXIT さんの時、動画見て、何やろな、この人って思ってたんですけど、なんで働かないんですか？いや、でも、はい、どうですか？じゃあ、働きたいですか？逆に。
生きていかなダメなんで、普通の人はそうですよ。だから働きたいかって言われると働きたくないです。まあまあまあ、極力、うん、まあお金が入るならもう働きたくないですけど。僕はその欲求に忠実に生きてる。やっぱ大事にしてるんです、そういう。それお金ある人の発想じゃないですか。お金ってこう何回もおっしゃるでしょ。ダメですよ、お金に支配されちゃう。我々。いやいや、借金めっちゃあるんですよね。あるんですよ。いくらぐらいあるんですか。まあ1000万って言ってますけど、はい、多分もうそんなもんじゃないですよ。もっとあります。普通芸人さんで多めに言うんじゃないですか。低めに言ってんすか。ちょっと低でしょ。ずっと800って嘘ついてたんですけど。で、いや、働くのはダメじゃないですか。だからって、でもそのお金ってついてくるって言うじゃないですか。後から。そう。後からってまだやってる人はそうです。働く気ないんですか、じゃあ。ないことはないですよ。もちろんありがたいね、お仕事ありますけど。はい。でも競馬とかはちゃんとやってますから。いやいや、それでギャンブルだよ。だってかけ続けたら当たらない可能性はないでしょ。まあまあまあ。その部分で毎回チャンスあるんですよ。お金とか、まあ、どうしてるんですか。それはだからお借りして、だからこの前、はい、絶対あれラファエルさん触れる流れでした、ね、プロダクション人力車から来ました、借金第7世代岡野裕一です。借金いくらあるんですか。借金は1000万ぐらいです。なんていうんですかね、借金がない世界を見たいっていうのが夢だったんですね。すいません、ノーフィニッシュで。ノーフィニッシュ。本当に皆さんありがとうございました。いやいやいや、3人芸人で、2人とも50万円一回で1000万。俺なんか本当人生変わると思って前の日寝れなかったんですよ。ね、変わんないです。運が悪くてそんなった日だと全然努力されてないですか。あんな嘘ですって言うんだから借金しただけですよね。どうやって働く気になるんですか、逆に。結婚するとか、例えば。それに最近ね、考えるんですよ、多分。はい、もう僕、自分にはもう諦めたんですよ。若い頃と変わろうと思っちゃうじゃないですか。あ、そういうことあったんですね。ありましたね。昔はね、このままじゃダメだとか思ってたんですけど、はい、そんな考えちゃダメですよ。いや、めっちゃ悪いや。違う。なんでそんなクズになるんですか。違う。やっぱそれは、嫁さんがやってくれた。はい、だからそういう奥さんを今探してるんですよ。お金払ってくれる奥さん。違う、じゃあお金じゃないですか。朝起こしてくれたり。はい、そういう僕のできない部分を全部やってくれるから。でしたら働く感じになるんですね。そうっす。あ、でもね、はい、僕、奥さんをすごい性格いい人が欲しいんですけど、はい、今の僕と付き合う時点で、はい、ちょっとなんか性格悪いっていうか、変じゃないですか。ああ、まあそうですね。いいとこ、今んとこないっすね。でしょ、はい、だから、今の僕を好きになる女の人は、はい、僕嫌いなんですよ。矛盾が今生じてない。初対面だけど、めっちゃ嫌いなんですけど、それで。で、どうするんですかそれ、じゃあ自分変わるしかないじゃないですか、ね。変わろう変わろうと思ったら、毎日この、明るくできないですよ、この。暗くなっちゃう。これ何ですか、うん、これはあれですね。チャームシですね。チャームシ。はい。シルみたい。知るみたいですね。ね、ああ、うまい。まあ、うまいっすね。でもなんかこれ、最初、チャームシって結構安いっすよね。そうですね。さっき言ったんですけど、高いんで欲しいんで。あ、かしこまりました。もしあれは安いんでもいいんですけど、全部金粉とか、あればなんかもう、どんどん振りかけてもらって。あるんですかほんで。金粉はちょっとないっすね。お正月しか使ってないんですよ。あ、そうなんですか。あ、でもなんか高いっぽいのを乗せといてもらえばいいですよ。あ、と、承知いたしました。今回高くていいですか。とにかく高いんですよ。大丈夫ですか。高いのうまいでいいんですか。バカみたいな遊びですよ。じゃあ結婚もじゃあまだまだじゃないですか。でも急に現れるって聞きましたよ、僕は。でも今の徳川さんのこと好きになる人嫌なんですよね。だからそこなんですよ。正月、ちっちゃい頃から。飲み沿いで犬を飼いたいんですよ。あ、犬ですか。うん、ラブラドールのね、黒。それ何でなんですか。ずっと憧れがあるんですよ、ラブラドールの黒。保護犬とかじゃダメなんですか。保護犬は保護犬の素晴らしさはありますけど、うん、ラブラドールのね、ちょっと黒が。どうしても黒が、ね、奥さんと子供がね、こう、はい、浜辺で遊んでるんですよ。上のテラスからこうやって、わっ、あんまそっち行くなよみたいな、道しようだぞ、はい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 、子供が生まれた日に生まれた犬だけを飼う、同じ誕生日、全く。それ何なんですか。成長を楽しみです、両方。あ、その犬の方が先でかくなる。いや、幸せだな、今言ってるだけで楽しいぞ。でも1000万円だろうとね、今借金。今はね。で、収入もないんですよね。収入もない。いや、だからこうやって詳しいのがマジで嬉しいっすこんなその場しのぎでしかないですから。いやいやいや、十分もありがとう。エビも入ってるよ。いや、入ってるでしょ。入ってる。じゃあ、どういうプランでそういうとこに行くんですか。もう売れるしかないって感じ。いや、売れるのはむずいっしょ。いやいやいや、それ難しいですよ。だからそれぐらいの対価ってことじゃないですか、売れたら。いや、そうですけど、なんか売れよう売れようみたいなの違うでしょ、何か。我々は何のために生まれてきたかって話ですよ、これ。いやいや、まあまあまあ、そうなんですけど、金ないと何もできないじゃないですか。意外とありますよ。どういうことですか。あるに越したことはないですよ、お金っていうのは。はいはい、あった方がいいけど。まあ、普段何してますか。パチンコです。何ですか、普段パチンコです。競馬もあるんですか。競馬と。朝とか何時ぐらい9時50分ですよね。10時からパチンコです。
え、家の近く行ってるんですか？そうそうそう、僕もう出るとか関係ないです一番家から近いパチンコ屋の角台に座るって決めてね、もう勝たなくていいんですよ。勝たなくていいのになんで生きてるんですか？生きてんすよ、そのもうあかん、ひどいっすよ。そんな人初めて見たんですけど、落ち着くんですよ、普通に落ち着くからって言うんですか？一番勝たなくてもいいってことですか？とりあえず1万突っ込んでみて、でもその1万がない時が辛いっすよねそれじゃ当たれてないからないですよ、そんなないんすよ、なかなか1万が。例えば週どのくらいペースでいけるんですか？週5っす。週5ってもう働いた方がいいじゃないですか。競馬が2やろ、なんか合わせてんだから週末で結構週末はもう両方今までやってた時あったんですけど、やりながら競馬かけてるとかあったんですよ。でもやっぱり忙しいっすわ、もう演出見れないんですそれやるのになんで働く嫌なんですか？それは楽しくやってるんですか？そう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 、楽しいことだと同じでしょ皆さん、そう言われたらそうっすけど、 YouTube とかそうじゃないですか、楽しいことやってっていうの。すげえ稼ぐうるさいよいや競馬は何のためなんですか？普通に楽しく当たらなくてもええから。チャンスに痛いんですよ。チャンスに痛いです。そうっす。え、どういうことですか？どういうことですか、チャンスに痛いって。かけてる間は絶対僕はチャンスじゃないですか、買わなきゃ当たらないですね。その状態に痛いだけです。その状態だから結果はいいんですよ、もう僕かけては見ない時ありますそんなやついます？だから出れないんですよ、競馬番組とか。馬が好きでとか、だから分析とかしてるじゃないですか、みんな過去の成績やったり。そういうのしないんですか？馬だって生き物だから何のやってんですか？賞賛がないけど、賞賛はない、賞賛はない。え、他あるじゃないですか、競輪とか。これはね、はい、ちゃんと考えてるんですよ。どういうことですか？競輪とかは毎日平日もやってるんですよ、はい、平日もやってるやつ手つけちゃう、終わるの分かってるんです、自分が。朝から晩まで全部なくなっちゃうじゃないですか僕の1週間が。 あとその老後にも取ったら、え、老後って意外と楽しみって言える老後なんかよう言えましたよ。どういうことですか、老後取ってやる。老後って意外といろいろ味わっちゃって、新しいことが手を出せること取ってやる。競輪ってますか？50歳の誕生日から始めたなんなんすか逆にやっていいっすか？いやこれ何ですか？調子の決めですね。金目、これ高いっすよ。これ時価とかじゃないですか？あ、それもいただいてますんで。そうですね。単品ですと時価になってしまう。絶対500円とかじゃないっすか？500円ないっすね。それはないっすよ。うんまっ、うん、わかる、めっちゃうまいっす。上品なやつだ。普段何食べてるんですか？普段寿司多いっすよ。え僕ね、週4ぐらい寿司行くんですよ。何なん？違う、どこが金出てるんですか？それ聞いてください。こういう、はい、素晴らしいお寿司屋さんに会いたいことです。スシローとか、かっぱ寿司。いや、もっと鮮度が悪いとこ行ってます。普段はこの鮮度がとにかく悪いんです。本当すみません。こんな、だからめちゃめちゃ美味しい。鮮度が悪いとこ、どこのそんな。いや、それは言えないですけど、その、店行ってもこの鮮度をしてくれる。なんでですか？いや、僕なんでそんな寿司なんておこがまし大好きなんですけど。自分への戒めとして。その寿司あります？逆に。そうそう、それは穴、今度教えますわ。絶対いける、絶対いける。100円以下ってことですか？そうですね。100円以下。カッパでしょ、全然。いや、もう言えないです。あ、これ回ってます？それは回ってます。自家製のね、ベルトコンベヤで。逆にすごいっすね、それ。ちゃんとこの電気じゃないの、地下で囚人とかこう回して。え、嘘でしょ、それ。まあ、今の嘘です。今の嘘です。そうそうそう。白いかな。上が根室のガフンですね。炭塩とすだちが振ってありますので、それも召し上がります。炭塩もう結構卵いっぱい食いました。めちゃめちゃ食いました。はい、これも高いな。うまっ、高い味する。全然いつものと違う。うまそうでしょうね。いつものウニなんかね、まあ、ウニじゃないのかな、なんかそんなことないでしょ。臭みが全くないですね、うん、僕いつもね、食べるやつなんかブワーって広がるんですよ、この苦味というか。ちょっと伝わってます。うわ、うめぇ、これはうまい。あー、もう慣れてきた。あー、もういっぱいっすね。もう仕方ない。あー、もう食えないですね。最高。腹いっぱいっす。ありがとうございます、ほんとに。いいですか、マジで。もう全然全然いいっすよ。いや、おもろかったっすね。めちゃめちゃ。あ、すいません、大将。はい。会計、はい、なんですけど、はい、いくらぐらいになりましたかね。10万ぐらいですか、はい、でも安いっすね、普段もっと安いんですよ。今日多分めっちゃいいの出してもらってるんで、簡単していただいて。いや、10万じゃちょっとあれっすね。大将、今日付けでお願いしたくて、はい、ずっとお世話になってるんですけど、ラファエルで10万とあれなんですけど、大体いくらぐらいまで付けでお願いできるかなと思って、はい、なんかそれをちょっと検証したかったんですよ。大体どのぐらいまで。これはね、もう言っていただける気がする。
言っていただける金額で上限がないですね、はい、上限はないです。あの人って貯金いくらあるんですか。知らないです。申し訳ありません。知らない、さすがに知らないでしょ。すごい、いくらでもいいんですね。はい、じゃあ岡野さん今金困ってます、逆に。もちろんもちろん、それは困ってます。じゃあすみません大将、金借りてもいいですか。つけです、はい、食事代とかは、はい、言うて知れてるじゃないですか。まあまあ言ってもね。だからちょっとつけで借りれるかなと思って、お金は。ああ、なるほど、はい、で、岡野さんも欲しいでしょ、お金は。もらうのは嫌いですけど、借りるのはいくらでも本当に借りれるんで。借りれるのはいいんですよね。逆に金借りてもいいですか。100ぐらい、100多分100ぐらいあると思うんですけどね、店には。100はちょっと、いやちょっと聞いてもらいたいですね。いや、あるかもしれないです。嘘、あさって多分僕ら4人ラファエルと女の人と入ってるんで、予約、うん、はい、その時にも言ってもらえばいいんで、とりあえず、はい、あの今だけ、はい、絶対来るんで、金だけちょっと借りてもいいですか。ちょっと今スタッフと相談してちょっと借りるんですか。できるだけあった方がいいんでしょ。今、まあ、今は本当一銭もないんで、はい、全然一銭もないですね。最悪ほんと8、はい、最悪8で承知いたしました。ガッツリやいいですか、すいません。できるだけ多くつけて貸せる分だけでいいんで、かしこまりました。お願いします。すいません、ちょっと今日はしまります。すいません、行ってください。ありがとうございます。いくらぐらい借りるんですかね。あ、こんないけるんだ。いや、あ、ええ100以上。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと100以上ないですか。嘘でしょ。いや結構あるっすね、これ。ラファさんのお金、あ、まあ、つけてってことですね。はい、信用えぐない。いや、すごいすごいっす、そんなに借りられる。だから店は全くこれ損害はないですもんね。だからつけなんで、うん、信用っすよね。これ僕が借り入れたんです。そうそうそう。え、ちょっと待って、どうしよう。このぐらいです。え、怖っ。あ、すいません、ありがとうございます。おも絶対返すんで、あさって来ます。また大丈夫、お願いします。あげます。いいっすか、あげます。普通に惜しかった。違う、もう借りてるだけさ。これあげてたら、じゃあ僕の金。違う、全部付けで払うんですよ。1万ずつあげましょう。それでも直さないと。すごいな、うん、それをまあ好きに使ってください。マジっすか。はいはいはい、すいません、ありがとうございます。ごちそうさまです。すいません、本当に帰りますか。タクシーで帰りましょう。タクシー出します。全然帰る。出します。出します。吉本です。すいません、先生ありがとうございました。どうもありがとうございます。先生来ました。いらっしゃいませ。あ、来ました、来ました。飯食い。はい。あ、どうぞ、座ってください。お久しぶりですって言っても、僕も1週間ぶりぐらいですよね。そう。1週間経ってないぐらいですね。そうですね。今日もありがとうございましたね。いらっしゃいませ。萌ちゃんです。よろしくお願いいたします。僕はサーロインとかそんなに滑る滑ってるんですよ。毎回来るたびに同じこと言うから、大将なんかもう全然笑ってくれへん。マスクであれですけど、笑ってます。優しいわ。じゃあお任せで。はい。いやー、この間うまかったっすよ。いつ来た？誰で来た？もう2日ぐらい前ですかね。岡野さん、芸人さんの。はい。会いたい。なんでお前岡野さん繋がってんの？ハギちゃんがもうあかんな思ったんで。まあそれは俺も2日目ぐらいから思ってる。そうです。だからもう紹介してもらって、岡野さんは金ないって言って。あ、ほんまなんすか？もうえげつないクズでしょ。岡野さんってすごいクズがいて、マネーのチャラっていう企画を EXIT さんっていらっしゃるじゃないですか。の YouTube チャンネルでやらせていただいたんですよ。で、その時借金があるから、いろんな理由があって頑張ってたもん。で、借金チャラにする額が1000万だったな。いや、あれ低くって言ったっす。いかがな、ほんま。いや、もう低くって言ってました。言うな、言うな。めっちゃキモいやん。で、借金返すために仕事 してくださいよ、頑張ってください、どうのこうのって言ってたら、うん、いや、僕ラブラドール買ってくれたら頑張ります。言ってました、言ってました。あ、言ってたよ。言ってた。なかなかのね、憎めないクズがいるんですよ。でも寿司食ってんすよ、普段。言ってました。でもネタがもう極力落としてるって。寿司じゃなくていいやん、これだな。で、その時めっちゃ食って、ここでキモいな。別に記憶はないですけどね。まあ、じゃあ普段寿司とか行くんですか。お寿司好きだけど、もう全然回転寿司。関西人。あ、そうです。あ、うん、俺ら関西人です、3人。関西です。お、一生関西人。一緒になんかされたくない感じてた。なんか一緒にされたくない感じてたら、ごめん。全然です。あ、この間ありがとうございました。金も助かりました。はい、めっちゃ喜んでたんで。あ、すまん、よかったです。飯代ってことですよね。はい。え、そうですね。はい、今日パラインピストね。あ、今日のお約束で借りてますか。借りたんですよ、付けで。2つぐらいでかい話があるんで、結構金借りたって。いや、オカノさん飯食ったじゃないですか、うん、それをまず、うん、ラファさんに付けでってお願いしたんですよね。え、お前俺の金で飯食ってんの。そう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 。え、俺の金で飯食ってんの。そう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 。で、まあ、安かったんですよ。いや、安かったんじゃなくて、犯罪だから、ほぼ。いやいや、付けなんで。いや、付けなんで、付け大将ね。大将さん、オッケーしてダメですよ。そこだけじゃなかったんですけど、うん、その後100万ぐらい借りたんですよ、金。はぁ、誰に。大将から。
まあ、大賞払ってよりは、あの店の金。それはそれで横領でしょ、多分。スタッフさんとちゃんとやってもらって。どういうこと？書かれた金はお前が返せばいいやん。それも岡野さん。嘘つけ。マジ。嘘つけ。ほんまっすほんまっす。嘘つけ。なんで渡すね。金ないって言ったのね。なんで金ないから大丈夫から金借りんの。勘弁してて、岡野さん呼んで。多分今競馬行ってるっすめっちゃ癖やんけ。めっちゃ癖やんけ。やばない。やばいですね。いいんですか？いいんですかって俺に聞いてや。あかんよ。その会計返すってことですか？一応今日お返しいただけるそうでいや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 なんて岡田さんと電話してじゃあ無理っすでまた金くれるほど出るって喜んで優先してくるってこの間の寿司屋来てくださいです電話して自分ですか電話してあ、もしもしちょっとうるさいっすね周りやっぱうるさいっすよこの間の寿司屋あったじゃないですかはい宮川さん来てもらってもいいですかそこにちょっとはい一応話したいらしいんではいはいすいませんお願いします。お願いします。結構来ると思います、多分。来ると思う。なんか近くにパチンコやってたらしい。キモいって。お前返してもらうで。いや、わかんないです。それは聞いてください。聞いてください。もう引いてるやん。仕事の話って。引いてるやん。仕事の話。すごいですね。真面目な仕事の話は言うてんのに。まあでも働きたくないって言ってたんで。だからってお前大将から金借りて渡すね。まあお店のお金ですよね。そんなことないやん。いやー、何が一番好きなんですか？卵が好き。卵が好き。それが絶対やろなんで卵なんですか美味しいですあ、おいしいですおはじめましてに近いですよねいや、そうですこの前はねいやいや、そうですよね、本当にしてくれなかったですけど、本当にちょっと今、イーサーに聞いたんですけどはい、この前あ、ありがとうございました付けの件はいいんですけど、なんか借り借りたやつをイーサーにからもらったみたいなあの借りたやつあの僕もダメだよとは言ったんですけど、イーサーはすごいなんか大丈夫だよでもダメって分かるじゃないですか、大人なんで子供じゃないですかいやいや、常識はないでしょ、こういうとこに来たの初めてだったんで、僕はそういうシステムかなと思ってあれがダメだったんですかで、おとついぐらいの話でしょ、そうです聞いたらそうですちょっと申し訳ないですけど、返していただきたいなっていうちょっと被害者だな、もうもう被害者ですよ、僕は本当にそれは確かに被害者ですよね、もうすでにいや、ちょっと待ってください、それはダメですよ、だって貸すっつって貸して、すぐ返せっていうのが一番やっちゃダメなんですよ借金の世界で一番ダメなことですよ、その返済日じゃないのにいやはぁじゃなくて、本当ダメですよ貸して、本当にすみません俺の寿司寿司俺のうまいっすかうまーなんで食ったの食べてからもう他の行けなくなったいろいろ聞きましたけどまがい文句出たんですよ今までセンターが悪いやつを選んですみませんありがとうございますいや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 今いくら残ってますかマジでないっすよ今急に言われても返しますよ返しますけどおい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 すいませんもう家の鍵とかそれもつけますここに置いてて大変すいませんすいません780円すいませんもう本当にこれじゃね家の鍵もめっちゃ古い家の鍵すぐピッ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 肩持ってギザギザなやつ当たり前でしょそんなもんすぐ開けるやつよもうこれで勘弁してくださいもうマジですぐ人に金返せって一番ダメなんだけどいつやったら返せるんですかいつの返済のつもりやったんですかいつっていうかだっていつでも大丈夫よみたいな、まあ、余裕だってあるでしょ逆に逆に始めましたあ、始めましたどうも、お母さんまであ、01の方であちょっとそのお仕事の撮影の関係であ、本当ですか借金があるんですか今のとこないですあ、ないんですか言わなくていいですよ私の代わりにもう吸っちゃったんですかその金すいません、本当にだから言ったじゃないですかだから不安だったんですよ。本当に僕、比率で使っちゃうのみなんです。何万円とかじゃなくて。持ってる98%ぐらい使ってますよ。でも、皆さん、本当にない。本当にないです。マジで返すから、ちょっと待ってください。マジですか今日は無理っす。今日は無理っすよ、ね。今日はもう、これしかないですもんね。なんなら、その500円はちょっと勘弁してください。すいません、僕もちょっと生活がありますよ。マジっすかお母さんマジですいませんそれは知らなかった僕ね、さんがいい金ないって言ってたんで社内なんでほらたまにだから僕の動画出てくださいそれで返済してください出演料みたいな形で義務感が出ちゃうからなんか嫌ですそれは別ですよなんか返済のために働かなきゃみたいになるのは嫌ですわお互い楽しくないし出てください出てるのは全然ありがたいですよ、はい、金返してくださいよちゃんとそれ言っちゃダメでしょまあ、でも金は全然いいです、うん、全然もちろんですじゃあ今まで作った借金もしかして1円も返してない違う違うそう返します返します返済期限があるやつは僕全部返しますから今回なかったでしょ今回は一番ダメだった確かに急に返せっていう
呼び出し一番やっちゃダメ説教しまうぞ相場に出ていただけるとそれは僕もありがたいです。本当ですか？一回出たらいくら返せるんですか？逆に一回いくらだって出てくれるんですか？800円安いな。相場が分からんですよ、まず。俺分からんけど1万とか1万とか1万くらいですか？じゃあもう100回出たら返せる100回出たら返せる。めっちゃ簡単じゃないですか？ポッケも出してくれんならね。はい、全然全然。すいません。わかりました。じゃあまたすいません。いや、マジですいません。なんか逆に僕が悪かったって今それ言われて気づきました。むちゃ言ってたなっていう。よかったです、気づいて。確かに確かに。やからですよね。勝手に貸しといて勝手に返せっていうのは。その貸し方だけは今後やめてください。すいません、直さん。これいいんで持って帰ってください。もうマジですか？いいです、いいです、いいです。ありがとうございます。これのことでいいでしょ。小銭を持って帰ってください。小銭を。あとこれ家の中に書いた方がいいですよ。僕だって誰が入ってもいいですもん。それ扉蹴ったら開けやつでしょ。蹴ったら開きますよ、僕に。何もねえですから、別に。すいません。すいません。すいません、ありがとうございます。すいません、まだ。すいません、ありがとうございました。すいません、すいません。大将、またお願いします。お願いします。つもりで。まだ来るつもりや。なんだ、ほんまに。まあまあまあ、せやないですね。今日、だからお会計プラス100万ぐらいですか。そうですね。はい。僕、お返しするんですよ。はい。あんた、崩れ、金貸したらあかんじゃん。